こんにちは、ハムです。ケープコットに週末旅行してきました。ケープコットといえばディズニーシーを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。ボストンから車で2時間のアメリカ人憧れのリゾート地、どこまでも続くビーチと数々の灯台、美味しいシーフード、そしてジョン・ F ・ケネディゆかりの地でもあります。レンタカーを借りて早速出発。アメリカに来て初めての運転、日本でもペーパーだったので相当緊張しています。まずはじめに駐車場内でコーターの同僚さんに運転の訓練をしてもらいました。あ、そう、このねケープコットの旅を YouTube にしようと思ってて、そう、動画にまとめたいんだ。ロークの情報も熟知ですから、車線変更がうまくできず行きたい方向になかなか進めません。反対方向のローガン空港を2回も通る羽目になりました。なんとかケープコットエリアに到着。トニーが探してくれたピザ屋さんに行きます。隣はアイスクリーム屋さん。チョコのパラパラが落ちてる。あ、運転大変だった。すごいドキドキした。メニューはこんな感じ。あ、これじゃない、シーザーサラダ。あ、いいよ。店内はこんな感じ。風が強いからテラス席は断念。ピザが到着。分厚い。え、これはピザというよりパン。あれ、お店の名前スティックだったっけ。エッジスティック。おお、なんか1個でお腹たまりそうな。お腹たまりそう。え、トニーは全部食べるの。大丈夫。欧米歴の長いトニーは余裕の表情。今日は徹夜しないとね。キッチン、アメリカ飯に敗北です。ケープコットは力こぶの腕にそっくりなんです。宿は二の腕の真ん中あたりです。お家がやっぱ一番映えんじゃない。お家かわいい。指が入るぐらいの穴。車体も所々こすれています。右カーブを曲がりきれずにポールと接触しました。あ、デイズだ。おい、待つこと数十分、レッカー車が降臨。残された私たちは替えの車を手に入れるために最寄りのレンタカー屋さんまでウーバーをすることに。ケープコット空港という小さい空港の中にカウンターがあるらしい。アメリカは保険があれば大丈夫。今回泊まる宿は水色の可愛いお家。マリンがテーマの内装もとっても可愛かったよ。これ？ではでは、パーティー会場に向かいます。もちろん私はもう運転しません。パーティーの話題は事故で決まり。
疲れたのかこの後の動画はもう残っていません。翌日朝ごはんを食べにカフェへ。ハイシーズンだったのでカフェはどこも満席でした。オムレツプレートをオーダー。イエローの壁紙にメリーゴーランドがメルヘンで可愛い。もちろんハム&マッシュルーム。お砂糖の色とっても好みです。曇り空、お船、よどんだ海、これがケープコット。誰東大？これ東大？東大どこだろうね。小さい小屋なんだろう。一つ一つちっちゃいお店なのかな。なんだろう、風車屋さん。ちなみに6月とは思えない寒さでした。トニーは他の人の車に乗ってしまったよ。お土産屋に行ってみましょう。スパンキーズギフトショップ。クラシックカーの祭典に出くわしました。マリンキャップ。かわいい。ケープコットだな。T シャツゾーン。ソフトアザーグレープにも行ってみます。こちらはマリンがテーマ。アメリカ T シャツ。なんと9ドル。アクセサリー。色が鮮やかで。草がボーボーのジョン・ F ・ケネディ像。ミュージアムがあるんですね。ピンクのアイスクリーム屋さん。寒すぎたのでアイスは断念。すごい可愛いカップケーキ屋さんを見つけました。なんか絵が描いてスパイファミリー。ケープコット、可愛い縛りの旅もできそうです。ケープコット、ありがとう。ケープコットの灯台、これで終わり？これ以上運転するのは怖いので他の灯台に寄ることもせず、何もしないままおとなしくボストンに帰りました。トニーは彼女募集中です。日本語上手だからいかがでしょうか。